ウィリアム・デュアンの肖像画、ウィリアム・ジョン・デュアンは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士。1833年に、アンドリュー・ジャクソン大統領の下で、第11代アメリカ合衆国財務長官を務めた。1780年、デュアンは、アイルランドのクロンメルで誕生した。1796年に家族と共に、アメリカ合衆国のフィラデルフィアに移住し、 同市内の新聞社トゥルービリーバーに食事校として就職した。1798年、父が新聞医者オーロラの編集長に就任したことから、デュアンも同社に移り、1806年まで食事校を務めた。この間、デュアンは政治論争に関するトピックを扱い、政治家の関心を深めていった。1809年、デュアンは共和党から、 ペンシルベニア州会議員に立候補し、当選を果たした。しかしながら、翌1810年の選挙では、再選に失敗した。1812年、デュアンは、新聞出版業を離れ、法律の勉強を始めた。そして同年のペンシルベニア州会議員選挙で、再び勝利を収め、衆議会に復帰した。1815年、デュアンは、弁護士としての認可を受け、 弁護士業を開業した。また同年には連邦議会の会員議員選挙に出馬した。しかしながらデュアンはその選挙で敗北を喫し、衆議会の議席も同時に失うことになった。デュアンは1817年に衆会議員への復帰を試みたが、これも失敗に終わった。その後、1819年の衆会議員選挙でようやく復帰に成功した。 また1820年、デュアンはフィラデルフィア市長裁判所の検察官に就任した。1828年、デュアンはフィラデルフィア民主党連絡委員会に参加し、翌1829年にはフィラデルフィア特別評議会にも加わった。また同年、デュアンは連邦政府のデンマーク局長に就任した。1933年、デュアンは アンドリュー・ジャクソン大統領から第11代、アメリカ合衆国財務長官に指名された。当時の連邦政府では、第2合衆国銀行の存続をめぐる論争が起こっており、デュアンの財務長官への就任は、国立銀行に対して強い関心を持っていない、人間で身辺を固めておきたいというジャクソン大統領の意向によるものであった。財務長官に就任したデュアンは、 第2が州国銀行の権威が弱体化しているという点では大統領と意見が一致したが連邦政府の資金を州法銀行へ預け直したいという大統領の考えには疑問を抱いた。州法銀行への資金移動に関する大統領との不一致はまさに前任の財務長官ルイス・マクレーンが更迭された理由と全く同じものであり、デュアンも また大統領の国立銀行政策に反対の意思を示した。そしてデュアンは国立銀行に関する政策について議会の同意なしにはいかなる対応も行わないと表明し政府の資金を無闇に動かせば多くの国民が混乱に陥るだろうと主張した。その結果ジャクソン大統領はデュアンを就任からわずか3ヶ月で財務長官から解任することになった。 財務長官退任後、デュアンは弁護事業を再開した。そして1865年、デュアンは85歳で死去した。ありがとうございます。